でで飲めば不老不老死になれれるるると伝えられる霊薬薬万能薬である本校では、エリクサーの名を関する役種や薬剤についても記述する。アイザック・アシモフの科学の歴史、第二章錬金術アラビア人たちによれば、語源は乾いた粉と考えられていたことから、ギリシア語のジリアンがアラビア語に翻訳されて、あるアイクサーとなった。 H.J. シュテイリヒの西洋科学誌によれば、イスラム錬金術のソジャビル、イブンハイアン、ラテン名ジーベルが金属の4元素4性質を編成し、作り出した1性質のみの元素を、あるアイクサーとした。このあるアイクサーを13世紀に翻訳した名が、エリクシールであるとする。この他、ラテン語のエリクシールとする説も存在する。 錬金術の思考の創作物である賢者の石と同一、あるいはそれを用いて作成される液体であるとされた。服用することでいかなる病も治すことができる。永遠の命を得ることができると、主に治療薬の一種として扱われた。中世ドイツではパラケルススという医師が熱心に研究していた。詳細は賢者の石を参照中国の道教で先人になる。 ための霊薬を作る術である、練炭術が目指していた、不老不死の薬、先端も、これと同様の伝説である。エリクシルベジェタル日本薬局法の製剤総則には、エリクシル剤の定義があり、通例、甘み及び、芳香のあるエタノールを含む透明な液状の内容剤であるとしている。製剤の項目も参照。また、ベネディクティンやシャルトリウーズなどのリキュールで、 エリクサーの名を冠するものが実在し、これらは酒として分類される。ベネディクティンやシャルトリューズは創業当時から修道院内部でのみ製造されている薬草酒の銘柄として知られ、その製法や材料は門外不出となっている。カンパリやア,アブサンなどの他の薬草酒に比べて極めて苦味が強く、アルコール度数も強いのが特徴であるが、リキュール特有の甘みも備える。 これについては、アンゴスチュラビターズなどと同様に300から400ミリリットル程度の小瓶に詰められ、市販もされている。ハンガリーの都会地域で生産されるキフワインの都会ワインエッセンシアもエリクサーの別名を持つとされている。ダフィーのエリクサーは、元は胃薬として作られたが、万能薬とされ、18世紀のイギリスで評判になり、19世紀までアメリカで、 一般的な治療薬とされた。フロー死や万能の霊薬といった伝説から、エリクサーはコンピュータ RPG などのフィクションにしばしば登場する。例として、ファイナルファンタジーシリーズ、テールズオブシリーズ、ディアブロなどが挙げられる。ありがとうございます。